2021年、この1年は僕にとって大きな変化のあった1年だった。勤めていた会社を退社し、地元の秋田県を離れ、人とのつながりと美しい景色を求めて車で旅に出ることにした。まあ、今日から向かっていきたいかなと思います。今に乗ってこれから向かってるわけですけども、岩手県をこう越えて富山とか僕は一歩を踏み出したおかげでたくさんの人と出会い、たくさんの景色を見ることができた。コロナ禍で人とのつながりが薄れていたからこそ、人と人との縁や温かさを楽しみて感じた。2021年本当にありがとうございました。2022年もたくさんの場所へ足を運び、たくさんの人と出会えたらと思います。それでは皆さん、良いお年を。